どうもこんにちは、ミートスです。前の動画が何だったか忘れましたけど、パソコンを買いましたってな感じでですね、今日は視聴者さんにリクエストをいただいていた企画がありまして、なんかちょっと面白そうだなって思って、そちらをやっていきたいと思います。名付けて、普段だったら絶対素通りしてるものを食べまくっていくという感じでございます。いや、これは盲点だったんですけど、普段って食べたいもの買って食べまくってみたみたいなことばっかしてるんですけど、なんかあえて普段だったら絶対素通りしてるよなっていうものを買って食べていくっていう、普段と違う道を行く新鮮さですよねっていうのをちょっと今日は楽しんでいこうと思いまして、お願いします。では食べていきたいと思います。いただきます。はい、ちょっと逆光だったんで、あのオレンジ色のライトですけど少し前つけてみました。ということで、飲み物も普段買わないであろうものを買いました。こちら綾鷹の抹茶ラテです。で、抹茶ラテとか抹茶すごい好きなんですけど、これはなんか買わないっすね、普段は。なかなか5、6年前とかだったらこれ買ってたかもしれないんですけど、最近あんまり甘いドリンクを買うことがめちゃくちゃ減って、最近はどう考えても絶対素通りしてるだろうなって商品です。おお、あー、なんか上品な抹茶の苦みがありながらもまろやかで、スイーツみたいに甘さがしっかりあって、とても美味しいですね。これではまずね、こちら冷やし中華です。で、これを僕が普段買わない理由としては、まず小さい、量が少ないってとこです。ちょっと僕はね、結構満足感を大事にしてるので、こういう麺系とかのさ、こういうちょっとだけ入ってますよみたいな、小腹だけ満たせますよみたいな系の食べ物は普段は全然買わないので、これは絶対普段素通りしてます。で、おにぎりとかだったら全然買うんですけど、なんせね、これ400円するので、400円でこの量はコスパが合わないなって思って、普段は絶対素通りしちゃう商品です。暑い、最近本当に暑い。ちょっと外に出ただけでさ、なんか体調悪くなりますよね。最近本当暑すぎて、僕が小学生の時なんて25、6度が夏の気温だったと思うんですけど、本当に温暖化ってここまで深刻に進んでいたんですね。で、最近めっちゃ実感してます。はい、では冷やし中華できました。美味しそう。お酢のツンとくる香りがとても美味しそうですね。ではいただきます。美味しい。麺がツルツルしててとってもすすりやすい。美味しいですね。冷やし中華のつゆが、酸っぱさが夏にぴったりな爽快感があって、これは涼しくなりますね。夏に食べると美味しいです。やっぱり美味しいですね。ちょっと普段は素通りしちゃうんですけど、もちろん味はちゃんと美味しいです。この夏初めて食べたかもしれないです、冷やし中華。なんなら去年も多分食べてないんで、結構2、3年ぶりぐらいの冷やし中華かもしれない。続いてはこちらです。1食分の野菜が取れるちゃんぽんということでですね、普段僕が素通りしてる理由としては、まあね、この野菜が取れるっていう、僕的にやっぱこの野菜が取れるっていう部分はすごいポイント高くて、結構健康志向な部分も僕持ってますので、そこにはね魅力を感じるんですけど、やっぱりですね、量が少ないっていうところが僕のネックで、しかもこれでさ、まあ、2、300円ぐらいだったらまあ買ってる可能性はあるんですけど、小物として買う可能性はあるんですけど、430円っていうことで、まあ弁当クラスぐらいのお値段かなって思ったんで、普段だったらこれは絶対買ってないですね。ただまあ野菜が取れるし、カロリーも低いっていうことで、昔ダイエットしてた時とかであれば、僕多分これサラダチキンと一緒に買ってたかもしれないです。
おい、こんな感じでめちゃくちゃ野菜が入ってます。そしてスープがなんか白いとかちょっとね、美味しそうな濁りがついてて、豆乳鍋っぽい濁りがスープについてます。美味しそう。じゃあいただきます。うん、スープがサラッとしてて食べやすいです。うん、うまい。でキャベツとかもやしとかそういった野菜がね、すごいシャキシャキしてて、しっかりお腹にもたまりそうなちゃんぽんですね。やっぱりこういうのダイエットとかにいいかもしれないですね、ヘルシー志向な人に。スープは塩コショウが程よく効いたまろやかな風味のスープになってます。美味しいです。夏場って意外となんかあったかい食べ物が購入率上がるらしいんですよ。で、そんなことあるって僕思ってたんですけど、今すごい実感しました。それここね、クーラーが効いてて結構冷たいんですけど、このお部屋、その冷たいお部屋で飲むこのあったかいスープが体に染み渡ってめっちゃ美味しいです。あー、わかりますね。あったかいものを買いたくなる気持ちがとてもわかります。あー、最近さ本当に日差しが強くなりすぎて、もう僕一切日焼け止めを塗ってないんですよ。そのおかげか結構ね、最近焼けてきて、今月の終わりぐらいにはなんか焦げてそうな気がしています。じゃん、バター香るブールシュガーバターです。まあパンコーナーは正直あまり素通りしそうなものはなかったんですけど、これに関してはおそらく僕素通りしますね。っていうのもなんかこれ自分で買ってくるというか、普通に家に置いてあったりとか、なんか誰かが買ってきましたみたいなパターンだったら食べたいってなって食べると思うんですけど、自分で買う場合っていうのは まず見た目がすごいシンプルすぎてなんかあまり魅力を感じないっていう部分と、あと中にね何かが入ってる商品っていうのが僕好きで、クリームが入ってたりチーズが入ってたりっていうのが好きなんですけど、これおそらく入ってないんですよ。あ、これ入ってるわ。実際手に取って開けてみたら中に何か入ってるって分かるんですけど、これパッと見じゃただのパンみたいな、そういった印象を受けてしまうので、普段だったらこれは買わないかなっていうところですね。ただこういうブール系って表面甘くてめっちゃ好きなんですけどね。うん、おいしい。いやー、やっぱりおいしい。このパンはね僕好きなんですよ。好きなんだけど、自分で選んで買うほど熱望してるわけじゃないみたいな、そういう感じなんですよね。うん、美味しい。やっぱり外見だけじゃ気づかないんですけど、中に美味しいバタークリームが入っておりまして、この表面の甘いパンとねとても合いますね。美味しい。ほんとさ、今日で 3,4 回目ぐらいのお話かもしれないですけど、本当に最近暑いですよね。暑すぎてなんか人が心配になってくるんですよね。特に思うのが警備員さんが本当に僕なんか心配に最近なってきて、他人なんですけど、こう炎天下の中で汗ダラダラ流しながらなんか暑そうな服を着てこう棒回してる警備員さんを見るたびになんか氷あげたくなるみたいな、すごい大変そうですよね。美味しかった。マカロンです。これローソンのなんかマカロンなんですけど、もちろんマカロンは大好きで、これ食べまくれるってなったら僕たくさん食べたいんですけど、やっぱコスパですよね。そこで絶対に普段は買ってないって感じです。
4つで、450円ということで、まあ、1つあたり110数円するんですよね、単価が。450円だったら多分僕はケーキとかそっち系買ってると思うので、そういった理由でこれを選びました。まあやっぱりそうなんですよ、僕はその量重視というか、なんか満足感重視タイプなんで、味よりも量が欲しいみたいなタイプなんですよね。だから結構ね、コストコとかは僕好みなスーパーなんじゃないかなって思うんですよね。はい、中はこんな感じで、なんかしっかりと包装されています。いきますよ、パカッと。はーい、とてもなんか可愛いです。おー、けどすっごい結構しっかりとした作りになってる。やっぱり一つ110円だけはやっぱありますね。すごい、なんかほんと美味しそう。しっかりとした作り、安っぽくない見た目が。じゃあこれいただきます。あー美味しい。外はパリッとしてて、あと噛み応えがしっかり重みのある噛み応えでして、しとーっと噛めちゃうんですよね。とても美味しいです。わー、めっちゃ甘い。そして今食べたのはキャラメルなんですけど、キャラメル風味ですっごい甘いですね。このクリームにさ、しとーっていう重みがあるのが個人的にめっちゃ好きですね。次チョコレートです。おいしい。あー、しっかりと甘い。めちゃくちゃ甘いですね。ガトーショコラっぽさもあって、それがまた美味しい。で、表面のさ、マカロン特有のこのパリッというかシャリッというか、まあそういった食感と合わさる感じがまた良くて美味しいですね。マカロン美味しいんですよ。続いてピスタチオ。表面の甘さがさ、この砂糖の直でくる甘さの感じがあって、そんでピスタチオのこの香ばしい香りの良さっていうのがしっかりとあって、なかなか点数高いですね、このマカロン。お菓子系のイチゴの味だ。すっごい、しかも味が強い。なんかアメリカ系のイチゴの味がめっちゃしてる、これすごいな。次これ、フローズンパーティーチョコレートで、なぜこれかっていうとこなんですけど、実はまあこのフローズン系のシリーズ、あの他のシリーズだったら結構僕買って飲むことはあるんですよ。なんかフルーティー系のやつ、まあイチゴとかメロンとか、なんかフローズンにしてちょっとシャリシャリした食感と一緒に飲むととても美味しいじゃないですか。だけどこれはですね、チョコレートなんですよ。見た目からしても思いっきりチョコチョコって感じしてるじゃないですか。こういうのを見るとなんかくどそうだなーってめっちゃ思うんですよね。くどくて半分飲めないわーっていう未来を想像しちゃって、結局買わないことが多いんで、今回あえてこれを買ってみたっていう感じです。そう、これチョコ系のさ、なんか飲み物って結構あるんですけど、結構普段僕は避けがちですね。この前もあのマックカフェでなんかチョコレートのフラッペが出てたっていうことで試しに僕買ってみたんですけど、あれもね、最初はとても美味しかったんですけど、途中後半でめっちゃくどくなっちゃって、ちょっときついなーってなっちゃった感じなんで、まあ、普段はやっぱ買ってないですね。これレンジでちょっとチンしたらいいみたいなんで、ちょっと待ってくださいね。はい、ということでチンしてきました。500ワットで1分ですね。1分もチンするのかってちょっと驚いたんですけど、まあ、触った感じ、こうシャレシャレ音がしていい感じになってます。ただ下がすんごい熱くて、なんか触ると火傷しそうなくらい熱いです、下が。よし、ではいただきます。飲めない。ちょっと上外してみました。おー、やっぱりすんごいチョコレートだ。溶けたアイスを飲んでるような感じだ。そうですね、味はチョコアイスで、そこにシャーベット系のシャリシャリした食感があるっていう感じですね。あのパピコですね、パピコに結構近いです、味。というかパピコを食べてるような感じです。いやー、そうですね、やっぱりこれはパピコですね。まあただ思ってたよりくどさはないかもしれない。
やっぱりシャーベットだからなのかそんなにくどくはないかも。だけどこれ買うんだったらちょっとパピコかなって思います。普通に美味しいんですけどね。これが最後なんですけど、20のクイーンアイスバーです。これは結構単純な理由なんですけど、あのパッケージがなんか可愛い感じなので、単純になんか買うときに恥ずかしさが勝ってしまうっていう理由です。これ実は結構悲惨なことになってまして、この家からコンビニまで5分ぐらいだったんですけど、その5分の間でこの猛暑によってベタベタに一回溶けてしまったんですよ、これが。なので多分中開けるとすごい形になってんじゃないかなって思います。そこはお許しください。うわうわうわ、ちょっとうわ怖いなこれ。はい、こんな感じです。こんなになっちゃってもこんなに可愛い見た目のアイスなんで、普通に食べるととても可愛いアイスなんじゃないですかね。うんうんうん、美味しい。あー、プリンの味だ。こういうアイス好きですね。プリン系のアイスとか結構好きなんですよ。プリン系のお菓子とかそういうの好きなので、これは美味しいですね。うん、プリンのカスタードとカラメルソースのコクとか、その味がしっかりとアイスに表現されてて、やっぱ美味しいですね。うん、このさ、黄色い部分は少しだけとろみがあって、それがまたいい感じ。なんか普通のアイスよりもこう濃密度が違うというか、このとろみがいいですね。うん、美味しいです。パッケージがやっぱ可愛い感じだと買いづらいのはやっぱありますよね。はい、ではごちそうさまでした。はい、ということで今日もここまでご視聴ありがとうございます。また少しお久しぶりだったんですけど、まあこんな感じでですね、ちょい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 投稿はやりますので、やめることはないですので、まあ今後も動画をお楽しみにしててください。まあそうですね、今後は、まあ、結構ガチな正直な話、食い物食べまくる系のチャンネルっていうのをそろそろ卒業していかないとなっていう感じに思ってて、まあ全然食べるのは好きなんですけど、まあ去年とかもね、実際結構僕体調を崩してて、いろいろそういった食生活で体調崩してるっていうのもあったんで、まあそろそろ卒業しないとなっていうのはあったので、まあこれからですね、まあ少しずつ、まあ爆食いというか、まあ全然ご飯系によるのはいいんですけど、大食いとか爆食いとかはちょっとずつこう減らしていこうかなみたいな風に思ってます、というような感じでございます。いやー、全然甘いものとか好きなんですけどね、やっぱ年齢ですよ。年齢重ねると色々変わりますよね。なんか趣味思考も変わるし、やっぱり色々大変ですよね、こういうのはね、ってな感じです。はい、普段だったら買わないコンビニ飯色々買ってみましたが、まあまあまあやっぱり買わないだけでどれも大体美味しいですね。けどやっぱ食べたところなんか想像通りなものが多かったような感じではありますね。チョコレートのやつとかチョコのやつは、まあ今後とも多分チョイスはやっぱしないかなっていう感じはやっぱありました。他で言ってもまず本当にね、味自体はめちゃくちゃ美味しくて、ぜひぜひまた食べたいなっていう気持ちはあるんですけど、やっぱねコスパと合わないってありますよね。なんか自分の中でこの商品だったらいくらかなみたいな、なんかそういうさ、パラメーターみたいなあるじゃないですか。なんかそれとのこの比較がね、マッチしなかったら買わないですよね、やっぱり。まあそんな感じでございます。皆さんも気になった商品があったら買ってみてください。ということで今日もここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。